おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回、メインゲームの途中まで進行したところだったよね、多分ね。ちょっと前回実況撮ってから日を結構空けてしまったので内容を思い出しながらになるんですけど、結構やばい時だったと思うんだよね。確かソウ君がサラちゃんが持ってる役職の鍵盤とかを主張してきて、鍵盤が二人みたいになって、そこから本当は誰が不必要な人間なのか決めようじゃねえかみたいな感じになって、いろいろ揉めたみたいなとこだったよね、確かね。じゃあちょっと早速やっていきましょう。振り返りながらやっていこうね。で、あ、そっか、銀君が、そうだ、思い出したぞ。確かあれだ、銀君がシュレッダーに入ってた破れた紙とかをこう組み合わせて作ったら、地動員サラは殺人犯だみたいなことが書かれてたみたいなところで終わったんだった。よし、それめちゃくちゃ気になるぞ。銀君お話聞かせて。シュレッダーの中に破れた手紙があって、サラ姉ちゃんが殺人犯だって書いてあったわ。なるほど、これ引き出すってことかな。でも僕はサラ姉ちゃんを信じてるわ。何から聞いていこうか。手書きの文字だったか。その手紙とやらは手書きだったか。多分手書きにゃ。どうだろう、この情報を発言に加えてもらおうか。ちょっと待ってね、他の話じゃあ聞いてみようか。誰かに宛てた手紙だったか。その手紙とやらは誰かが誰かに宛てた手紙だったか。どうなんだろう。にゃんにゃん、リストみたいな感じだったからメッセージみたいなものじゃなかったにゃ。どうだろう、この情報を発言に加えてもらおうか。これちょっとなんか赤文字出てたから重要かもしれないね。でもう一個聞いてみようか。手紙を持っているか。その手紙の実物を持っていたら見せてくれないか。わあ、そっか、あるにゃ、見てくれわ。これはなんだか見覚えがある気がする。どうしよう、この情報を発言に加えてもらおうか。加えてもらおうか。これ全部どうだろう。刑事さんは合ってるけど、バーガーバーグ九太郎が高校教員になってるから、これ全然情報違くない。この車田直道って人も知らないしね。はい、そこが重要ってことかにゃ。分かったにゃ、しっかりと発言するわ。これで破れた紙じゃない、これとこれじゃないかな。ちょっと待ってね。これアイテムの確認ってどうやるんだ。三島先生とかもあったもんね。そこがその高校教員ってとこが三島先生なのだとしたら、こっちの破れた紙とその殺人犯のやつが合わさるんじゃないのって思うんだけどな。でこれとはい、これを使ってみよう。これだ、よし。どうしたんだにゃ。この紙を見てくれ、私が手に入れたものだ。この紙って、あ、そうだよ、やっぱり三島先生一番下に書いてあるもんね。ヤブサメアリスだっけ。これを人が殺人犯ってこと。銀の持ってた紙と似てるな。こっちが銀の紙だ。似てるわ、そっくりわ。よく見れば九太郎さんが高校教員と書いてあるのもおかしかった。見てて、左の紙をどけて。私の持ってる紙を、私の持ってる紙をつなげる。きちゃー、にゃにゃ、つながったわ。ぴったりと切れ目がつながった。それはなぜか。もともとこの形のメモ帳、違う違う、紙の束を破ったからだ。そうだ、紙束をまとめて破ったからだ。さっきの紙はもともと重なっていて、破けば
同じような状態になる。つまり少なくとも2枚以上の束になってたわけだ。そうだったのか。ワン、こんなに綺麗に繋がったら誤解するさ。わーい、よかったにゃん。いやー、銀くんかわいい、よかった。でも誤解解けてよかったね。つうかさ、そもそもこの紙何？君が悪いね。先生や知らない人の名前まで書かれてます。それに横のパーセンテージは一体。とにかく僕が探索の役に立つことを証明したにゃん。今はサラ姉ちゃんが殺人犯じゃなかったことが嬉しい。え、じゃあ誰が殺人犯なんだにゃ。それはこれを見る限り、まあヤブサメって読むかわかんないけど、ヤブサメアリスさんじゃないですか。ヤブサメアリスという人物になるな。ヤブ、あ、合ってたわ。ヤブサメ、なんか聞き覚えあるにゃ。ヤブサメの性を持つ人はただ一人。あれ、レコちゃんってヤブサメだったっけ。あ、え、そうじゃんね。全然なんで気づかなかったんだろう私。あれ、レコちゃんってヤブサメレコだったよね。わ、え、レコじゃなくて本当の名前アリスってこと。ちょっと待って、セーブします。え、レコちゃんが殺人犯ってこと。いや、ちょ、え、だったら表沙汰になってないとって思っちゃうけど、あ、でも業界がもみ消したみたいなってなるとちょっと難しいけど、もう格好で言ったらさ、この山田ゴンベイがさ、完全に囚人服着てるからさ、殺人犯って言ったらこいつだろうと思ってたけど、でもこいつがヤブサメアリスってことになっちゃうから、あ、え、れ、まあ、レコ、レコちゃんです。レコがヤブサメであると選択しますか。まあ、そうでしょ。レコさんは確かヤブサメレコでしたよね。なあ、私はヤブサメレコだ。だからなんだ、偶然だろ。そんな名前のやつは知らない。へえ、サラちゃん、君はどう思う。いやー、偽名、いやー、別人、ちょっともう、わかんねえけど、レコちゃんは本名だと思っ、うん、いや、私さ、この山田ゴンベイがさ絶対偽名だと思ってたから、レコさんが偽名使ってるって全然考えもしてなくて、私がこいつがヤブサメアリスだと思うんだけど、ここ兄弟とかなんかな、もしかして。結構見た目パンクなの一緒じゃね。全然結構こじつけかもしんないけど、ちょっと別人って言ってみようか。レコさんの言う通り、アリスという人物は別にいると思います。なぜ。酒場の黒板だ。あ、そうだよね、そうじゃん、レコちゃんとアリスさんは別で書かれてた。あの黒板には飲酒家の人とダメな人の名前が書いてあった。レコとアリス両方の名前があったぜ。そういえば探索をしてて、チョークが落ちてたのを見つけたんです。私、チョークが落ちてたってことは何、書き足した可能性もあるよみたいなことを言いたいってことかな。書き加えることは不可能じゃなかった。違う、私じゃない。大体そんな手書きの紙誰でも作れるだろう。ペンがあればね。レ、レコ
が殺人犯なわけないわ。なら親族の名前ってことにしとく。思い出した、兄貴だ。兄貴の名前なんだ。それアリスが姉ではなく兄ですか。言い逃れまで尻滅裂になってしまいましたね。兄貴でなんで思い出したになるのかもわかんないし、ちょっとあれ、レコちゃん、ちょっと私レコちゃんのこと結構信じてたんだけど。言い逃れじゃない、レコ、真実を話せよ。信じてくれ。俺は違う、私はレコさん、サラ、助けてくれよ。そんな紙切れを信じるのは良くないです。この紙切れは何者かが処分しようとしていた紙切れなんだよ。よほど不都合だったんじゃない？くそ、俺、私は待て、誰？言ったじゃん、よかった。ってことはここやっぱ兄弟なんだ。へえ。まあちょっと眉毛の短さが似てるかな、なんとなく。私がアリスよ。刑事さんのその顔好き。ちょっと待って。刑事さんのその顔好き。表情差分増えたね。嬉しい。私がアリスなのよ。レコは悪くないの。誤解なんだって。その、おまわりさんたち、今真面目に話し合っている最中でね。こっちだって本気よ。レコは私の妹なの。本気で言うとんかじゃ。隠し通せねえか。こいつの本名は、やぶさめアリス。私の兄貴だ。私の、兄貴だ。じゃあ、殺人犯って、私よ！窃盗犯なんて嘘。私は人を殺めて刑務所へ入ったわ。本気でヤバい人じゃねえか。ええ、そうよ。私はね、クソ犯罪者よ。レコにも二度と面を見せるなって絶縁されたわ。なのに笑えないわ、こんなところで会うなんて。もう私とこいつは赤の他人なんだ。こいつのせいでカンナたちに怖がられるのが嫌だった。だから起きたこいつに私から関係を隠そうって言ったんだ。みんながナオを探しに行ったあの後に。そうだったんですか。ふん、俺はただの殺人犯だ。だがレコは違う、真っ当な人間なんだ。それだけは言いたかった。くそ。誘拐犯とのつながりは否定するんだね。ああ、なぜ連れてこられたか今もわからない。ふん。信用も何もないよな、そりゃ。ただの殺人犯のザレ事だ。銀君について話してたのに、思わぬ収穫があったね。まだ色々気になる点はあるけど、時間がないし。そろそろナオさんの弁明も聞きたいんだけど、どうかな？私ですか？いいよね、サラさん。まあそうね、時間を食うだけだから同意しよっか。仕方がない、
今は次の話題に移るべきだ。それじゃあナオさん、弁明聞かせてよ。ナオちゃん、死ぬわけにはいかないっていう理由はあるけどね。ナオさんの行動は不可解な点が多い。不可解すか？三島さん入りの箱を持って調理室で何をしてたのか気になるよね。ナオさん、あの時の君の行動を教えてよ。私は遺体回収のアナウンスでパニックになって、箱を持った私は調理室でただじっと隠れてました。部屋のものにも手をつけてません。皆さんにはとてもご迷惑をかけました。でも私は奪われたくなかったんです。皆さんの後に調理室を調べましたが、細工がされた形跡はありませんでしたよ。本当にただただ隠れていただけでしょう。まあ全員の話引き出してみようか。あ、まあその前にセーブします。いやでもまさかねえ、アリスさんとレコちゃんが兄弟だと思っても見なかったね。なんかレコちゃんとそのアリスのその名字が一緒だってことをもうすっかり忘れてたよね、私。本当に。そっか、あれだ、名前の表記しかされないからね、セリフの時レコってしか表示されないから、やぶさめってことすっかり忘れてたんだな。はあ、びっくりした。じゃあちょっとセリフ引き出してみようか。ナオさんの行動は不可解な点が多い。本当にただ隠れてただけなのかな。ソウさんは何か言いたげだ。なるほど。箱を持った私は調理室でただじっと隠れてた。真っ暗な中何度も問いかけてました。返事なんて返ってこないのに。私の前にサラさんたちも探索したのでご存知ですよね。まあね。ちょっと待ってよ。これなの？本当に何も手を触れていないんですか？え？調理室はこれまでずっと鍵がかかってました。そしてナオさんが出た後に私たちはこの細長い箱を手に入れましたが、中身は空でした。そうだよね。まあ確かに包丁の形の中にいろんな文字が書いてあったって感じだったから、包丁ないんだとは思ったけど、ナオさんが持ち出したってサラちゃんは言いたいのかな。ナオさんしか包丁を持ち出せないんですよ。私知りません。つうか、ナオさんはいつどこで調理室の鍵を見つけたんすか？開いてたんです。え？あの時調理室のドアは開いてました。だから駆け込んで内側から鍵をかけたんです。じゃあ先に誰かが入ったんだじゃん。そいつが包丁を持ってったわ。まず私はアリスさんを担いでピンクの部屋に連れて行った。その間に何者かが調理室を漁り、包丁を持って出ていく。最後にナオさんが箱を持って調理室に閉じこもった。タイミング的に可能なのか。筋は通るかな。すごく怪しいけど。怪しくなんてないです。私何でも話します。今何でもって。それじゃあ調理室での行動を教えてよ、ナオさん。進展。私ずっと先生を箱を抱えてうずくまってました。一歩も動いてません。切り出してみるしかないよね、サラちゃん。そうだ、あのことについて聞かなきゃ。まあね、箱の中に三島先生の顔入ってなかったんだよなーっていうとこでしょ、多分。引き出しましょうか、じゃあ。
切り出してみるしかないよね、サラちゃん。肌身離さず持っていたなら、箱の中身が空だったのはなんでかな。聞いてみるしかないね。真っ暗の中、何度も問いかけてました。返事なんて返ってこないのに。これ討論させるのかな。発言をストックして、なおちゃんにぶつけましょうか。なおちゃん、嘘をついてるね。え、箱には何も入ってなかったよ。何もね。え、そんなはずは。本当です、なおさん。なんでですか？私は知りません。先生はずっと私と一緒でした。どこへ行ってしまったんですか？これは演技なのかな。ナオはそんなやつじゃねえ。消えた理由があるはずだ。消えた頭部の謎か。ナオちゃんがもし演技だとして、ここで嘘をつく理由がよくわからないんだよね。どうなってるんだ、わけがわからない。進展。私は確かに自分を見失ってました。でも不審なことは何もしていません。消えた理由も知りません。ナオさんは三島先生を尊敬してたんだ。ショックが大きくて変な行動を無意識に取ってたんじゃないか。きっと誘拐犯が用意した別の箱とどっかですり替わってたんだよ。箱の中がワープしたにゃん。次元転送とかなんとかみたいなやつは。ナオさんは誘拐犯側に操られてる、そんな可能性はないかな。何か取っかかりはないのか。うわー、難しいな。セーブします。そうだな。とりあえず引き出していこうか。ここはきっと行動文明のお屋敷なんだにゃん。銀なお姉ちゃんは悪い人じゃないにゃん。サラ姉ちゃん、どうにかしては。そうね、なおちゃんのことなんとかしてあげたいんだけどな。私にとって三島先生はとても大きな存在でした。三島先生を多数決で失って悲しかったですか？悲しかったです。辛かったです。現実と思いたくありませんでした。それだけですか？おかしいですか？サラちゃんなら分かってくれますよね。誰が三島先生へ投票したのか気にならなかったのか。そうだよな、確かにそうだ。まあでも奈央ちゃんが多分投票したと私は思ってるから、まあ違和感はないけどね。この辛さは皆さんには分からないんです。多分自分の手で三島先生を殺してしまったと思ってるからこそってことなんじゃないかと私は思ってたんだけど、どうかな。レコちゃん聞いてみよう。なんせここは妙な仕掛けばかりだ。調理室は真っ暗だったんだろう。暗闇で気づかないうちにすり替わったんだ。まあなくはないかな。俺たちだっていつも理にかなった行動をするわけじゃねえだろ。あんな投票の後だぜ。ナオさんの気持ちになったら俺。ナオさんの気持ちならか、どうなるんだ。ジョー、もしお前が同じようにあの時の投票で大切な人間を失ったらどうする。ジョー君、あの時確かに票、誰がこんな票入れたんだみたいに怒ってたもんな。俺だったら悲しむより前に切れちまうかもしんねえ。切れる？誰がさらに投票しやがったんだって犯人探しするよ、その場で。そりゃあのホエミーが悪いってのは分かりきってるけどさ、周りに怒りをぶつけちまうよ。理にかなってない行動ってそういうことだろう。そうかもな。他人の手で殺されたなら怒るのが自然だ。そうだね。ナオさんは誘拐側に操られてる、誘拐犯側に操られてる、そんな可能性はないかな。初めから誘拐犯側だったとか、あるいは洗脳とか。
疑うのって気分いいものじゃないしね。討論、多分なおちゃんとジョー君で討論かな、これは。はい、じゃあジョー君の発言ストックしてなおちゃんに当てましょう。なおさん、ちょっと気になるんだ。え？俺の気性が荒いだけかもしんねえけど、どうしてなおさんは犯人探しをしようとしなかったんだ。だって事故とはいえ、尊敬してる人が投票されたせいであんな風に怒る方が自然じゃねえか。私はそんなことは思いません。悪意のない投票だって分かってましたから、本当は尊敬してなかったとか。何を言って、ナオさんと三島先生に絆なんてなかった。だったら犯人探しをしない心境もわかるってことさ。ひどい、ひどいです、ひどいです。私は本当に先生を。サラちゃん、君はどう思う。私は絆は本物だと思うよ。私はだからサラちゃんがどう思ってるか置いといて、ひなぴよは、なおちゃんは三島先生に多分尊敬の意を込めて投票したんだと思ってるから、絆は本物だと思うんだけどな。二人はとてもいい関係に見えた。理屈じゃない雰囲気のような何か。あの錯乱したなおさんが演技だったわけがない。消えた先生の頭部だってやっぱり何か理由が。首輪。え、ナオさんは三島先生への愛情から箱に詰めたわけではなく、先生の首についた首輪を回収することが目的だったなら、ポエミーが回収し損ねた情報か。ナオは誘拐犯の代わりに首輪を回収したっていうのかよ。さあね、ただおまわりさんが首輪を調べられなかったってのは、ナオちゃんがいたからだけどね。おい、本気かじゃ。何なんですか、何の話なんですか。私は知りません、何も知らないんです。もうやめてください。だったら教えてくれ、なんで投票の時犯人探しをしなかったんだ。だって三島先生は投票した奴に殺されて。もうやめろじゃん。やめてくれ、それ以上は頼むから。私が話す全部。え、聞いちまったんだ全部。あの時投票する間際だ。三島は隣にしか聞こえないような小声で言ったんだよ。ナオさん、ナオさん、お互いに票を入れ合ってみましょう、ナオさん。あいつがそんなことを。見せます。ただの操作テスト、そう思って言われるがままにナオは三島に投票したんだろうぜ。でも三島は自分に投票した。万が一の時、教え子を守るためにか。ナオが犯人探しをしなかった理由だ。あの投票を悪意とか殺意とかで語らないでくれ。あの死は事故だったんだ。ナオさん、私は私が先生に入れなければ。
ごめん。ごめん、ナオさん。他人に投票する奴は悪意があるんじゃないかって先入観があったんだ。俺が自分に投票したから。え？待て、ジョー。お前は自分に投票したのか？ソウ君が言ってることと話が違う。ちょっと待って、鼻かませてください。もう三島先生が何かすごい優しいことするたびに涙腺がもうガバガバになってしまう。これ、そうね、ソウ君が言ってることと違うよね、矛盾してるよね。え？ああ。ソウさん、あなたはジョーに投票したと言っていたじゃないか。言ってないよ、そんなこと。うえぇ！やべえやつだこいつ、マジで！どういうことだよ、ソウさん。みんな気にしないでよ。投票先をサラさんに聞かれたから、適当に流したんだ。サラさんは真面目だから真に受けちゃったんだね。この人は、大嘘つきだ！してやられてるわ。日和そうとかいう適当な名前こいてお前も偽名なんじゃねえのか？もう、全然日和ってねえじゃねえかよ。ねえ、結局、消えた頭部についてはいいのか？謎は残るが、ナオが悪さしたわけじゃなさそうだしな。案外、レコさんが言ってたみたいに、どっかですり替わっちまったんじゃねえかな。話し合うだけ無駄だったわ。次はゴリラについて話し合おうにゃん。マジでよ。スルーしていいんじゃねえか、サラ。消えた頭部か。ええー、点があるって。だって、肌身離さず持ってたのに消えたっておかしいよ。サラさんだけだね、まともなのは。ねえ、みんな、これじゃ追求なんてできないよ。でも、初対面でこんなに信頼し合えるのは素晴らしいと思うよ。でもね、悪い人は猫をかぶってるものさ。お前みたいにな！ナオが悪い人間って言いたいのかよ。思い出したんだ。まあでもソウさんも悪い人間っては言い切れないところがな、あるんだよな。ただやっぱり自分が助かるために、自分が生き残るために、いろんな策を練ってるようにも見えるから、悪意があるようにはあんまり感じないんだけど、さすがにジョー君に投票したって嘘ついたのは、すっごいムカつく。僕、ナオさんに殴られたんだってね。何？ああ、危ないとこだったよ。思い出さなかったら逃げ切られちゃうところだった。これは、本当なのか？嘘なのか？これは、ソウさんは大嘘つきかもしれないけど、とりあえずナオちゃんに真相ってか、本当なのかどうかを聞いた方がいいと思うな。私は、違い、まず。いや、本当臭いな、これ。本当くせえな。嘘下手かな、ナオちゃん。何でも聞くよ、ナオさん。本当のことを話すなら今だけだし。どっちかが信用を失うまで言い合いたいなら、僕も頑張るよ。ねえ、その勇気はある？私は、ソウさんを殴りました。ガチ？なんで？誘拐犯側にやっぱり操られてたのか？マジすか？嘘だろ？なんでだ、ナオ！脅迫
されてたんです。誰にだ。カイさんです。え、ど、え、カイさん確かにずっと調理室のあたりにいたんだよな。進展。私はカイさんに脅されてソウさんの頭を殴りました。なーに？ちょっと待って、セーブします。そして今日はめちゃくちゃいいとこだけど時間がいい感じなのでこれで終わります。ま、ちょっとこれ急展開すぎるな。まあ、確かにカイさんがストーカーだって、あのサラちゃんのストーカーだってことはもう明白で、で誘拐犯側の人間なのかもしれないっていう疑惑はあったけれども、まさかこういう感じで誰かを脅すみたいなことをするとは思ってなかったからちょっとびっくりだな。じゃあちょっと次回それ追求していきましょうか。ご視聴ありがとうございました。ではでは、また次回。オーツピオでーす。